こんにちは、かけむるです。昨日ですね、天気予報雨言うてなかったんで、ハイパーマックス SP ラーのレビュー取りに山に行ったら雨がめっちゃ降ってて、ちゃんとレビューできてないんですけれども、まぁ、ちょっと乗り心地の感想とか、入れてますんで、よかったら見てください。これは純正のビルシュタインについてた VAB 用のスプリングです。めっちゃ硬い。それでは、ちょっと路面ウェットなんですけれども、ハイパーマックス SP、山でのこう、乗り心地ですよね。試すって言うんですかね。わかんないですけど、まあちょっと試乗レビューですよね。ちょっときつめのコーナーとか結構多いんで、まあどんな感じなのか、ちょっと軽めにって変ですよ、普通にレビューしてみようと思います。今日雨言うてたかな。
われてもちょっとどうなんやろ。あ、安定度はすごい増しています。ただこう踏ん張るなあかんところはちょっとやっぱアンダーが出ますんで、どうなんやろうね。路面乾いてないとちょっとその辺もわからないです。まあ、僕の感覚なんですけど、下手なりのでもすごいいいです。普通にこう流すだけやったら抜群ですよね。 GT でもすごいコーナーリング速度上がっててすごい良かったんですけど、 SP だったらもう一つなんやろう、こう音も出るまではちょっと試せないんですけど、なんやろう、ロールが少なくて、こういう路面のバンプのところはこうリアがバンバンバン跳ねなくて、まだ下りじゃないからケツがトラクションすっぽ抜けながらカーブ入らなあかんようになるのかとか、その辺ちょっとまだ試せてないんですけど、またその辺は晴れてる日にちょっとまたレビューしに行きたいと思います。今そうですね、バネレートフロント12、リア10、懸垂は30段中の15です。もう完璧に吊るしの状態ですよね。フロント 17mm ダウンで、リアが 19mm ダウン、でバーンってブレーキ踏んだ時にケツが稲坂峠とかやったらケツバーンってトラクションこう沈みすぎてトラクションケツ抜けてそのままカーブから入らなあかんっていう場面が何回かあったんですけど、もう今のところちょっとそれはないですね。やっぱちょっとアンダー怖いから踏めないですね。アンダーがちょっと出やすくなったのかな。ビルの足どうやったのかな。分かんないですけど、うわ長っ1分17秒。とりあえず頂上すごい晴れてきて景色ようになったんで、頂上でちょっと動画、撮影して今度下りちょっと見てください。知ってます、すごい。こう崩れてるんですね。すごい山。旋回性もめっちゃようなってるんですけど、さっきちょっとやっぱアンダーちょっと怖かったみたいな。アンダーが出てんのかなーいう感じで。全然大丈夫なんですけど、また心臓ですね。あーすごい綺麗。また鹿児島行ってみたいです。何やこいつ、信号ちゃうか。え、赤信号、赤信号入ってた。頼むわ。もうめっちゃいい感じです。ちょっとすごい景色いいんで動画すいません撮ります。雨上がったばっかりやからすっごい綺麗です。ふわーふわー。ハイパーマックス SP なんですけれども、すごいビルシュタインよりも車がブレなくて、
パン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 ってなるところもガガガガガって押さえながらバーシーって曲がっていくんですけど、ちょっと路面ウェットでアクセル踏むとそのままズーってアンダーが出てみたいな、アンダー出てんのかなみたいな車線はみ出てからアンダー出てるみたいな、まあ、その辺ちょっとまだちょっと慣れてなくて、感覚的なもんやと思うんですけれども、さっきちょっとだけドライのところがあったんですけど、ここはすごいめっちゃいい感じでした。ちょっとドライのとこ走ってみたいなっていう思いが今すごい強いです。すいません、下り前にカローラフィルダーさんいてたんで、そんなにレビューできなくて、動画前編上りしか撮ってないんですけれども、また今度ドライの路面の時にまたちゃんとちょっとレビュー行ってきますんで、すいません。これビルシュタインの VAB の純正のバネなんですけど、めっちゃ硬いんですけど、ここだけちょっとこうクニュクニュって曲がります。何キロやろ ?4、5キロぐらいなんかな。それでは、簡単なんですけれども、失礼させていただきたいと思います。